ラブアローシュートーなんて。さすがはニコニー、何をしても可愛いから困っちゃう。ぐっ、いつからそこにいたの。いたなら声ぐらいかけなさいよね。ほら、さっさと片付けるわよ。あんたも手伝いなさい。まったく、宇宙ナンバーワンアイドルに掃除をさせるなんて。ニコニーは箸より重たいものを持ったことがないのに。え、何を持ってるのかって。浜屋よ浜屋、見ればわかる。ほう、なんでもないわ。箸より重いものなんて持てない。その割には片付いてるって。私が掃除してるんだから当然でしょ。喋ってないで手伝いなさいよね。もうエリものぞみもどこかに行っちゃうし、リンが遊んでる声が聞こえてくるし、みんな子供なんだから。ニコニーは宇宙ナンバーワンアイドルだけど、何でもこなすスーパーアイドルなのよ。アイドルには意外な一面も大事でしょ。あ、大事なことを忘れるところだったわ。あんた、私に言うことがあるでしょう。聞いてあげるから言ってみなさい。ミコさん姿のニコニーも新鮮で最高に可愛いでしょう。もうこれだけでご利益あるんじゃないかしら。のぞみがせっかくだからって用意してくれたの。髪型もミコさんっぽく一つ結びにしてみたのよ。たまにはこんなニコニーもいいわよね。